A 段2000電車は、低都高速度交通 A 段が1959年から製造した銀座専用の通勤軽電車である。銀座線の他丸の内線、方南町支線でも使用された。本校では、その試作者的存在である両運転台車の A 段1900軽電車についても記述する。 銀座専用の標準型車両として1959年から1963年までの間に104両が製造された。最初に登場したのは2031から2040の重量であり、2029.2030は二次車である。なお、先頭の車両番号が奇数の場合は渋谷駅側番号が偶数の場合は浅草駅側となっていた。 また、運転台は後実する1900型と異なり、銀座線として初の型運転台構造となった。性能的には1900系の WN 駆動方式を継承したが、銀座線における高性能車という部類の電車は01系からであり、当時丸の内線に収益していた300型とは異なり、2000型は主ブレーキ方式が三動弁による自動空気ブレーキのみ。 補助電源は300系のように、電動発電機を持たず蓄電池に頼っていたこともあって、第三機上のセクションや、立行時は瞬間停電しながら運転されていたため、球体依然としていた。台車は2029から2042は、住友金属工業製、FS323 型コイルバネ台車、2043号以降は、同車製、 FS331 系空気バネ台車としたが、空気バネ台車の試作車として登場、後に2043.2044と車号の交換を行った。空気圧縮機は D3F を搭載する。ただし、車両の近代化は盛り込まれており、A 団で初めて全ての座席の上部に網棚と座席端部にスタンションが設置された。 その後の 1500N 型も含め車内は、ライトグリーンの化粧板、茶色の座席モケットといった間色系の色調である。また、運転台側の貫通扉は、当初から引き戸式で戸袋があり、正面窓のエッジゴム化は全車灯されなかった。その後、全照灯は、白熱球からシールドビーム、シールドビーム2に刀に全面方向膜を大型化。 客用ドアを交換して、窓を小型化、屋根部の塗装をオレンジに統一といった改良が施行されている。1983年に 0HK が導入された際に、号車番号ステッカーが重複された。統計式を含む旧型車すべての車両にも号車番号ステッカーが重複されたが、車体外部の重付位置は、車端部ではなく、中央の扉の脇の戸袋上だった。 これは、丸の内線の旧型車も同様であった。1968年以降は、両端線等を2000系、中間 2500N 型2両、付随車化した1200系、または1300型と1400型から1800型を1両組み込んだ 5M1T 編成が、標準の編成となっていた。よって、2000型だけで組んでいた編成はあまり存在しておらず、あっても、 一時期に数本程度組まれたのみであった。法南町支線用車2031から2040は1968年5月に丸の内線法南町支線で使用されていた100系の置き換えのために同線へ移籍した。その際に塗装は赤色として側装下部に白色の帯が入れられた。さらに内装を単緑色から肌色に塗り替えた。 編成は二両後本とされ、車両とホームとの隙間を解消するためにステップが付けられた。その後1981年11月には、方南町支線の三両編成化に伴いさらに八両が移籍し、三両編成六本に組み替えられた。なお、移籍した車両のうち二両は最後まで扉窓が大窓の状態を保っていたほか、3両編成の 中間車として組み込まれた車両は前日の前頭部の更新が施行されなかったため2000系の原型を最後まで止めていた。ただし銀座線時代に内装更新された車両に関しては化粧板が単緑色のままである。1984年以降01系の装備に伴い1986年より本形式も順次廃車が開始された。 レイチ系一時社の投入が一段落した1988年4月には2000型と中間 2500N 型の組み込まれた編成だけとなった。この時点でレイチ系が23編成、2000 k 1500N 型は17編成となった。その後1990年よりレイチ系の投入が再開され、1993年をはじめの時点では6両。 編成4本にまで減少した。この時点での編成は以下の通り。1993年7月24日には上野県尺から中野県尺まで2061編成を使用したさよなら運転が実施された。同編成には車体側面にイラストが描かれたほか、先頭車には僕に乗ってくれてありがとうさよなら2000系のヘッドマークが掲出されたほか、 中野建築では撮影会等のイベントも行われた。翌日以降も同編成ともう一編成の2本が運用に入り、7月30日の営業運転終了まで運用された。また、同じ7月に01系の休憩車置換用最終造備車である第37編成が竣行する。最後の2000系4本はこの01系1本に置き換えられた。これは、 本形式引退後、銀座線は01系統一による車両性能向上と保安装置を脱脂式 ATS から CSATC 化によるスピードアップにより所要本数が3本削減されたためである。また、方南調子専用のものは02系の増備の進捗により1993年5月より500系300型が転用されたため、 同年7月6日をもって銀座線に先立つ形で運転を終了した。こちらは装飾等もなく静かな運用終了となった。一部車両は、k 応重機整備にて改め機、パンタグラフ取り付けを中心とした改造工事の上、日立電鉄と長子電気鉄道に譲渡された。日立電鉄では2000系、3000型として2005年の同車線配線まで使用された。 長子電気鉄道ではデ破線型とされ、2046の車体に2033の運転台を組み合わせたものがデ破線1、2040の車体に2039の運転台を組み合わせたものがデ破線2となった。老朽化のためで、破線2は2015年1月10日、出破線1は2016年2月28日をもって営業運転を終了した。詳しくは、 長子電気鉄道線車両も参照。なお、当初は長子電気鉄道に所属する車両を含め、全車が日立電鉄に譲渡される予定だったという。1958年に製造された銀座線初のカルダン駆動車である。製造は帝国車両工業。車両設計的には1800型と同一であるが、丸の内線と同じ WN 駆動に進化した車両である。 ただし、加速性能やブレーキ方式は根血する従来、車に合わせており、主電動機出力は5 5ット4と低い。歯車比は、丸の内線の300型などと同じ7.235で、ある。両運転台構造で2両のみ製造された。銀座線最後の両運転台構造の車両である。1800型までの両運転台構造の車両と異なり、 レイ系が投入される1985年頃まで、編成の両端に蘇生されていたが、両端先頭車の後端部に設定されていた、優先席が設定できないことから2両とも中間に、組み込まれた後、レイ系の増備の進捗により1987年2月に、廃車された。A 段1900系電車に関するカテゴリー、銚子電気鉄道で、破線軽電車に関するカテゴリー。 ありがとうございます。